隣の1円玉と比べるとものすごく小さいこちらの金、この先端同士が接触する様子を2000万倍という特殊な電子顕微鏡の観察倍率で撮影したのがこちらの映像なんです。はい、この小さい粒々が金の原子なんです。そして金同士を触れ合わせてみますと、あ、今近づいてます。はい、着きました。はい、水飴のように溶け合って固体であるはずの金の原子が液体のように一本につながっていることが分かったんです。なるほど。先生、どんな金属でもこういう現象が起きるってことですか？全ての金属でですね、このように接触しますと細かなところでは水飴のようになるんですね。これ